鶴と亀、本当に長生きなの？みんなこんにちは、はてなくんだよ。鶴は千年、亀は万年って言葉、聞いたことある？長生きしている人にお祝いの意味で言ったりする言葉だよね。でも実際のところ、鶴や亀はどれくらい生きられるんだろう。今日は鶴さんにお話聞いてみたよ。こんにちは、僕は鶴。僕が千年も生きられるかって？そんなわけないじゃん。僕が生きられるのはせいぜい20年から30年。僕は単鳥っていう種類の鶴だけど、中にはもっと長生きの鶴もいるよ。例えばアフリカに住んでいるカンムリズルくんは50年以上生きられるんだって。じゃあカメくんはどうなんだろう。カメくんだって1万年は生きられないよ。ただゾウカメくんは100年以上生きちゃうし、中には200歳を超えるカメもいるんだって。長生きだよね。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。じゃあねー、バイバーイ。